羽生選手お疲れ様でした。お疲れ様でした。演技を終えて、今どんな思いがあるでしょうか？いやあすごい悔しいです。演技終わった後、こう何か自分に活かせるように口が動いているように見えたんですが、どんな思いがあったんでしょう,うん？まあ、悔しい思いが非常にあったので。まあ、でも同じ失敗と同じ失敗以上のものをしてしまっているので、ちょっと成長してないなって思ってすごい悔しかったです。演技の中でその羽生選手自身はどんなことを感じながら進んでいったんでしょうか？ そうですね、でもこの曲自体はすごく感じてやれたと思いますしあの、まあ、この間以上に、えー、目線だとかまたは笑顔だとかそういったものにあの注意を払ってまたこの曲を感じながら滑ることができたと思っています。自らに。 かなりの挑戦的なプログラムという中で今回の挑戦というのはどうだったでしょうまあ、うまくいかなかったと思っていますただ挑戦っていうのはうまくいったりうまくいかなかったりの繰り返しだと思うのでまあ、本当にもっともっと練習して、えー、強く強くなっていかなくてはいけないなと思ってますお疲れ様でしたありがとうございました